こんにちは、にじこです。本日2本目なんですが、ちょっとずつさんからのダイアリーがね、届きまして、たくさんのお写真とともに、にじこさん読んでというリクエストをいただきましたので、ちょっと読ませていただこうと思います。その前に、ちょっとご紹介、吉祥寺のジョージさんから。聖地の神聖堂が閉店される情報を X でも扱ってくださって感謝しております。その後の情報を神聖堂の X で確認したのでお知らせします。あ、これね、吉祥寺の神聖堂が5月19日で閉店になったんですよね。そのことを私 X でもちょっとポストしたんでね、そのことですね。うん、風さんの自筆サインの入った大きなボードは横浜の神聖堂ジョイナス店へお引越しして現在は展示中だそうです。お誕生日コメントもある応援ボードでお店の方が応援していただいているのが写真からわかります。風民にとってはありがたいことです。夏のコンサートに参加するファンの方もぜひ訪れてはいかがでしょうかと思います。そうね、日産スタジアムのライブ行かれる方、横浜のジョイナス店、神聖堂ジョイナス店ね、行くと、もともと吉祥寺にあった大きなパネル、風さんの直筆のパネルありますからね、見に行かれるのもいいかと思います。このにじこチャンネルの私も含めた風民へ貢献度も地球規模になっているのをご自覚くださいね、笑いって。まあそんな地球規模ってありがとうございます。そんなにこのチャンネル、そんなね、そんな、いやいや、ありがとうございます。はいね、嬉しいです、ありがとうございました。それからですね、ちょっとびっくりです、ちょっとお名前わかんないんですけど、お知らせありがとうございます。私88歳、風さんから毎日元気と生きる力をもらってます。88歳の風民さんです。いいですね。もうね、本当に風さんのファンは老若男女国籍問わず、もうね、本当にすごいんですよ。でもうね、年齢関係なくもう若返っちゃうからね、素晴らしい、88歳あやかりたいですね、素敵。それから私が1個前の配信で客席にいるこのおじい様はどなたなんでしょうって言ったら、そのことについてね、サッチャムさんとプービープさんかな、教えてくれました。X などで知ったのですが、写真に写った男の方、ディブ・グルーシンという方で、ジャズピアニスト、作曲や編曲プロデューサーでもあり、グラミー賞やアカデミー賞なども受賞されたすごい方のようです。帰ろうのイントロに使われたのは、風さんが昨日インストに上げていた曲の一部のようです。でプービープさんも、グルーシン氏、帰ろうのイントロで風さんこの方の曲捧げてますって。そうなんだと思って、すごいですね。あれ、ポール・ニューマンのなんか500マイルとかっていう歌なんですか、なんかそのイントロですよね。うん、そんなすごい方が風さんのステージにを見に来ていたということ、そして風さんはそれをご存知だったんでしょうか、どうなんでしょうね。帰ろうのイントロにそれをこういい具合にこう使って、なんかこう流れがね素敵で、なんかすごいことになってますね。やっぱりもうつながる人がすごい人ばっかりで、風さん、いや、まあそういうことですよ。だって一流の人には一流の人がつながるに決まってますからね。うん、いやすごい。はい、そしてズズさんのダイアリーなんですけど、ちょっと紹介させていただきますね。 The US tour is finished this week. マネージャー買わず、2024年6月9日。 The US tour is finished this week. Thank you for coming. Thank you for watching the showスペシャルメディア、ソーシャルメディア、エトセトラ。やだ、英語だよ、ちょっと。US ツアーが今週終わりました。来てくれてありがとう。見てくれてありがとう。ソーシャルメディアで見てくれてありがとうって。ねえ。いや、ソーシャルメディアで見てくれてありがとうっていうのが新鮮ですね。うん。そして、素敵なお写真、風さんの。LA 初日、祭り終わりでスタンディングオベーションが起きたとき、わお、アメリカやんとテンションが上がり、ニューヨーク初日の鍵盤落下事件はこのツアーのハイライトとなりました。まさにまさにそうでしたね。いや、スタンディングオベーションね、初日はすごかったですよね。アンコールも、アンコールもあったし。うん。そして、
ニューヨーク初日の鍵盤落下事件、ハイライトとなった。そうなんですよ、もう普通ならもうとんでもないアクシデントじゃないですか。だけど風さんはもう何が起きてもね、なんか全部ね、こういいことに変えちゃう人ですから、だから何が起きても怖くないじゃないかというふうになんとなく思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、起こること全てに意味があるという方ですからね。で、まあでも驚かれたと思いますよ。びっくりした顔されてましたもんね。だけど瞬時にマイクを取って歌って、全くズレもなく、そしてスタッフがパッと出てきて、パッとつないで、それを床に置いたままさっと吐けて、はいこれで OK ねみたいな感じで、あれがねすごいなと思いました。床で弾くでしょ風ちゃんっていう、そういう暗黙の了解みたいな、かっこいいなと思いました。でその通り風さんはね、小ずばりで最初弾き始めて、もうかっこよかったね本当に。今回もアジアツアーに続き最小人数で乗り込んだ我々、風さんと舞台監督ひろち、PA 千葉さん、照明小松崎かっこプラス鈴木さん、ローディ大地さん、ツアーマネージャーパメラ高井さん、ダッチとカメラマン神山さんは当日フラッとやってきました。当日フラッとやってくる距離でしょうか。ちょっと渋谷へ行くわみたいなフットワークの軽さがいいですね。でもやっぱり撮りたいな写真でって思われたんでしょうか。ダッチ監督もね、やっぱりこう監督魂というか気になったんでしょうか、風ちゃんが。うん、で本当に少数精鋭でね。あ、でもコバさんいないですね。コバさんは今回お休みでしょうか。結婚されたばかりで関係ないかな。うん、私はこのメンバーに会うと同窓会のような感覚になります。何も説明しなくても大体分かってくれるので。だからあの時鍵盤が落下した時も全員そのまま寝そべりで弾くっしょと思っていました。これがかっこいいね。もうあうんの呼吸分かってますよね。うん、現地の会場スタッフさんはすぐに別の鍵盤を用意しステージに入れようとしていましたが、舞台監督ひろちは NO と制してくれました。現地スタッフさんは Why と言っていましたが、そりゃそうですよね。え、あんなになっちゃって代わりの持ってかなきゃダメでしょって思いますよね。うん、大地さんは曲のエンディングに間に合うように冷静に大急ぎでケーブルをセッティング、実際ラストに間に合ったのでした。さすが、さすがですよ。見事でしたよね本当に。何のなんていうかこう、うん、なんか焦った感じもなく冷静にささっと来てささっとやって、で風さんもそのもう、ああ分かったそういうことねって、それで床に置かれたところですぐに弾いて歌ってっていう、素晴らしかったですねあの流れがね。うん、今回アジアツアーの時とは少し違ったテンションでピアノを弾いていた風さん、アーシャ&キービジュアルで使用した衣装をそのままツアー衣装にしていたのですが、まさにあの衣装のようなテンションで弾いていた気がします。かっこインナーのシャツはスタイリストの金光さんが毎公演別のを用意してくださっていました。うん、確かにテンションがあのアジアツアーの時とは全然違った感じがしました。アジアの時はなんかもっとなんか踊ったり歌ったりなんか動きがあって弾けてたっていうか、楽しんなんか、まあ、まあ楽しむはどちらも楽しむんですけど、なんかもっとアクティブな感じがあったんですけど、今回は本当にそのあの衣装でね、スーツでね、素敵でしたねスーツ。なんか本当に聞かせる見せるステージって感じがしました。もうまさに私が見たかったこうジャズなジャジーな風さんのピアノ、そして伸びやかな、もう どこまでも気持ちのいい風さんの歌、それを聞かせるっていう、本当に聞かせる見せるステージでしたよね。まあ見せるも ありましたけどねもちろんね。本当に衣装がなんか毎回ね違っていて、でなんか X にもありましたけども、アメリカ国旗を表してるんじゃないかっていうね。じゃあ2日目のあれは何だろうっていうのはありますけども、ねどれもどれこれも素敵でしたよね。うん、
ちなみにあの写真は我々ももちろんお気に入りなのですが、風さんは特にお気に入りのようで、グッズは一生この写真の T シャツでええやんみたいなことを言うてました。笑い。これいいですよね、本当に。なんかちょっとあの昔の人っぽい、肖像画っぽい、このモッティさんのデザインでね、風さんのこのなんと見えない表情、このね、もうシャツもスーツも完璧で、これがね、この私特にね、なんか黒がね、黒バージョンがやっぱりいいなって。白ももちろんいいんですけども、うん、なんか飾ってもいいぐらいっていう感じがしましたね。うん、風さんも相当気に入りなんですね。うん、US ツアーを開催するにあたり、日程や会場を決め、チケット代と販売方法、当日の運営に至るまでのやり取りに難航する場面が多々ありました。それは文化の違いというか、気になるところ気にするところの違いなのでしょうが、我々が海外の文化をもっと理解し、もっと知ること、そして藤井風を知ってもらうことがすごく大切だと感じました。うん、確かに風さんがもうこんなバカみたいに高いチケット買わないでって英語でねインストされたみたいに、うーん、なんかもう、めちゃくちゃな金額になってましたよね。でも最終的にすごくまたとんでもなく安くなったりしてたみたいで、うーん、なんとも言えませんよね、そういうところがね。でやっぱり現地の人が高すぎて買えないって言ってたっていうのが、なんとも歯がゆい思いだったと思うんですよね。一番来てほしい人に来れないって言われてしまうっていうのがね。でもアメリカはアメリカの価値観やり方っていうのがあるということなのか。でもね、風さんっていうのは、うん、本当に無料でも来てほしいっていうぐらいの人ですからね。なんか、うん、藤井風を知ってもらうことがすごく大切だって、本当ですね。なんかシステムがもっといい感じになったらいいななんて思ったりもしますけど、うん、ただリハーサルやライブ本番が始まり、風さんの音が出ると、会場スタッフ、 US のエージェント、プロモーター、そしてレーベルや現地メディアの皆さんがすごく驚いていました。私はだから何回も言ってんじゃんと思い、Did you understand finally? 風 is incredible って言い方合ってる？と風さんに聞いたのですが、風さんはそれは言わんでええ、 You don't have to say it 言うてました。ということでね、いやそりゃ驚くでしょう、誰が聞いても。風さんのあのピアノ、もうピアノの音が始まった途端、もうす、なんとも言えない、なんでしょうね、風さんのあのピアノはね、なんかなんて言ったらいいんだか、もうなんか言えない、魂に響くとか、そんな陳腐なことしか言えない、なんかすごいんですよ、とにかくみんな驚きますよ、そりゃね、あの声もね、うん、だから何回も言ってんじゃんっていう、このズッツさんのこれいいですね。うん、Did you understand finally? 風 is incredible ね、うん、結局分かったでしょ、風は信じられないぐらいすごいんだよっていう感じでしょうか。うんね、でも風さんそれは言わんでって、風さんらしいですね。うん、いやー、まあ、それでね、この最後の写真のこの風さんが被ってるお帽子、これがまたね、ちょっと私にとってミラクルで、あのコミュニティにも書いちゃったんですけど、私ね、あの昨日これ注文してるんですよ。ちょっと配色違うんですけど同じ帽子ですよ。うん、だからびっくりしたんですよ、嘘って声が出そうになりましたよ。あの私はね、あのウィッグを探してたんですね。で、あのなんかいろんなウィッグを見ていて、あ、なんか虹色レインボーのウィッグなんかあるのかなとかね、そんな風に探してたらこれが出てきたんですよ。で、あ、レインボーの帽子だと思って、あ、これいいなと思ってポチっちゃったんですよ、私。そしたら風さんが被ってるじゃないですか何このミラクルと思って、もうびっくりしましたよ。だってなんでこんな帽子かぶります、ちょっと本当にびっくりしました。でこの偶然というか、なんというか、もうこのミラクルにね、私はもうね、なんかめちゃくちゃ嬉しくって、届くのが楽しみです。うん、はい、ということで、なんかね、嬉しかったです、ズッツさんのダイアリー、そしてお写真の中にズッツさんが写ってるのを見るとやっぱり嬉しいですね。我らがズッツさんね、
どんなお気持ちでしょうね。カズさんが見事このアメリカツアーを大成功させたっていうね、もう本当に嬉しいもあるし、もうどうだうちの風みたいなねそんな気持ちもあるんじゃないでしょうか。やっと知ってもらえたかなアメリカにみたいな。いやまだまだですよね。もっと大きいところでね、もっとたくさんの人に知ってほしいですよね。うん、はい、ということでちょっとご紹介させていただきました。あとお誕生日の方がね、非常に6月多くてですね、たくさんコメントいただいているので、そして同じ6月7日もたくさんいらしてですね、ちょっとねこれ紹介するのにどうしようかなっていうところで、また改めて考えようと思ってます。ということでありがとうございました。ではまた。